2018年10月13日、第95回箱根駅伝予選会が行われました。今年は39校が参加し、各校上位10名の合計タイムで順位を競います。上位11校には来年1月に行われる箱根駅伝本戦への出場権が与えられます。第8位中央大学。10時間42分55秒。第8位中央大学、10時間42分55秒。藤原監督率いる中央大学は昨年に引き続き箱根駅伝本戦への切符を手にしました。ペースメーカーとして自分の役割を果たせばいいと思っていたので、でも結果として9番目でゴールして、自分の思っていた以上の力を出せたのかなと思って、今回エースとして堀尾中山っていうのは、いつも以上の力を出してくれて、そのおかげもあって8位という結果になったと思うんですけど、やっぱり それ以降の箱根本戦で復路を走るであろうメンバーにちょっとやっぱり力がまだないかなっていうのは感じますね。往路はしっかり順位というのを狙っていけると思うので、復路でどれだけそれをキープできる層の厚さというのを作っていくのが大事だと思うので、しっかりそこを作っていってシードを狙っていきたいと思います。その中間層、今日の7番目、8番目、9番目、10番目、12番まで含めて、そこがもっとできるはずなんですよね。こんな力じゃないので、そこです、やっぱ今年は区間賞を取りたいと思っていて、それがシード権には必要だと思ってまして、シード取るっていうのが一番の目標なんですけど、やっぱ区間賞で行く選手が出るっていうところですね。特に袋で区間賞を出して去年の順位を大幅に上げてシード権を取りたい、やっぱそこを思っています。そうですね、非常に4月からの練習量の部分はですね、チーム統一としてしっかりとやれてこれましたので、ここからは少しもう一度スピードの部分ですね、トラックの1万メートルのタイムをしっかりと上げていきたいなと、乳酸を処理する能力を上げた上でですね、12月もう一度少し長い距離の部分をやって本戦を迎えたいなというふうに考えています。中間層の引き上げ、シード権の獲得といった選手、コーチ、監督の言葉からもチーム全体が本戦に向けて士気を上げていることが分かります。来年1月に行われる本戦ではシード権獲得はもとより区間賞の獲得など上位に食い込む走りが期待されます。